はい、どうもです。突然なんですけれども、ポケカ女子になりたい。男性の皆さんは一度はそう思ったことがあると思います。知らない人のために説明しておくと、ポケカ女子っていうのはポケモンカードをやっている女性のことです。なぜなりたいかと言いますと、ポケカ女子のツイートに対する、いいねやリプがね、本当にすごいんですよね。普段ね、ゴミのようなことしかつぶやかない、私のツイートには、良くて十数いいね。リプライなんて、ほぼほぼ飛んできません。不詳私、YouTube をやってるくらいには承認欲求があるので、一週間ポケカ女子になって、満たしてやろうと、そういう風な企画になっております。というわけで、まずポケカ女子のTwitterアカウントをですね、作っていこうかなと思います。とりあえずアカウント作成しましたので、ポケカ女子風にアレンジしていこうかなと思います。純粋に行きたいので、ポケカアンダーバーはるかと、 ID の方は、ポケカ女子っぽくなったので、次はプロフィールですね。ヘッダーはいいとして、このアイコン、アイコンを変えていこうかなと思うんですけれども、残念ながらね、私、女の子の友達がおりませんので、フリー素材から適当に取ってこようかなと思います。というわけで、いい感じな女の子の素材をダウンロードしてきたので、これをね、加工していこうかなと。加工といってもスタンプを貼る程度のことなんですけれども、どうしてもね、このまま出してしまうとさすがに怪しまれるので、いい感じにポケガ女子っぽくね、スタンプを貼ったりしていこうかなと思います。とりあえずはいい感じに切り抜きまして、これにニーフィアでも貼っていきましょうかね。なんか違うので、これは変えましょう。ここはおとなしくピエンにしときますか。これがピエンが丸いですね。困ったらピエンしとけばいいんで、これで一応バレないですね。バレないんですけれども、後ろの画像の質が良すぎて、画質が良すぎるとこれバレてしまうので、画質をね、あえて悪く保存していこうかなと。はい、というわけでね。さあ、どうでしょうこれ。これはぽくない？この画質の悪さぽくない？いい感じに切り抜いて、ピエンがでかすぎ？ピエンがでかすぎる気もするけど、こんなもんじゃない？旧大点。旧大点でいきましょう、これで。次は自己紹介ですね。プロフィールなんですけれども、これもね、ポケカ女子っぽくいきましょう。友達とポケモンカードをやっていましたが、いろいろな人とつながりたくて、始めましたと。びっくりマーク。びっくりマークで、ここで絵文字を入れることによってさらに女の子度を上げていくと。これ基本ですね。さあどうでしょう。これで一番大事なポケカ女子の登竜門といっても過言ではない行事があるんですけれども、ポケカプロフツイートですね。そう、このポケカプロフのツイートをしないと、始まらないので、作っていきましょう。まずは、アイコンを貼り付けますと。トレーナーネームは、はるかと。これね、フォントも大事なんで、フォントもね、いい感じに女の子が使いそうなフォントにしたい。はるかと。ちょっとこれはフォントが違いますね。フォントを変えましょう。さあ、どうでしょう。これは、ぽくない？これぽいでしょ。文字の間を広げて、オッケー。さあ、次。メール、フィメール。ここはね、ちょっと嘘をつくことにはなってしまうんですけれども、フィメールですね。今の私の心の中、女の子なので、ここはね、ちょっとご容赦ください。主な活動地域ということで、これはね、あながち嘘でもないので、秋葉原と書いておきましょう。次、レギュレーション、スタンダード、エクストラ、電動ということで、これはね、スタンダードとエクストラ、エクストラもやってますよと。結構ね、コアなポケモンカードプレイヤーもね、しっかりと、取り込んでいこうかなと思います。さあ、好きなタイプ。これはね、嘘偽りなく、フェアリーですね。さあ、ポケカ歴ということで、これは本当のことを書くと、おそらく4年かな ?4 年なので、さあ、2018年の9月頃と、いいでしょう。好きなデッキ。これもね、諸説はあるんですけれども、可愛いし、ニンフィアとかにしときますか。ニンフィア、VMAX と。さあ、カテゴリー。これは、心の中ではまだまだ初心者だと思っているので、まだまだ初心者勉強中。いいでしょう、これで。好きなポケモン。これも嘘ではなくて、ニーフィアが好きなので、ニーフィアと書きましょう。さらには、マホイップ。これも本当に好きなので、嘘ではございません。さあ、要望お知らせ。できるだけやっぱり、いいねやリプライが欲しいので、ポケが談義がしたい。これは外せないでしょう。あとは、アドバイスが欲しい。これもね、ちょっとリプライが増えそうなので、入れておきましょう。YouTube やってますとかもね、載せときたいんですけれども、ちょっと怪しまれては困るので、要望はこの辺かな。さあ、フリースペース。やっぱりリプライを飛ばしてほしいというのを書いていこうかなと思うので、たくさんアドバイスが欲しいです。びっくりマーク。さあ、これでいいかな？とりあえずポケカ履歴書はこんなんでいきましょう。さあ、大事な大事な5ツイート目。やはりね、ここで、このポケカ女子、1週間という短い人生なんですけれども、このポケカ女子人生が決まると言っても過言ではないと、いうことで、しっかりとね、ツイートの内容も考えていきたいんですけれども、ポケカができる。お友達が欲しいですと。びっくりマーク。仲良くしてください。仲良くしてくださいに握手マークを入れていくと。さらにはですね、これが一番大事と言っても過言ではないんですけれども、ハッシュタグですね。ハッシュタグ、ポケカ女子と。さらには、ハッシュタグ、ポケカ
履歴書、さらに、ポケカ好きな人とつながりたい、まあ、さらにはポケモン好きな人とつながりたいと。さあどうでしょう。さあ大事な1ツイート目、まあ、これでいこうかなと。ツイーティング、まあ、とりあえずいい感じにツイートしたので明日ね、このツイートの方また確認していこうかなと思います。はい、というわけで丸1日ぐらい経ったんですけれども、見ていきましょう。7リツイート240いいね。いやこれはねすげえよ。見る人が見たらほぼ嘘って分かってしまうようなプロフでもこんだけいいねがつく。リプライは5件来てます。これ軽くプロフィール以外のツイートもしたんですけれども、まあ、例えばこのザクロが当たりましたよツイート、まあ、これはね5月2日に上げてると思うんですけれども、パック開封 RTA において当たってしまった SR ザクロさん、まあ、これをねツイートしたんですけれども、まあ、11いいねと、まあまあですね。で他にはちょっとね女の子っぽく、まあ、来週シティリーグがあるんだけどデッキが決まらない、これ3いいね。もっとつけよ。これはかなりね自信があったんですけれども、私とポケ化してくれる人挙手手と、7いいね2リプライ、もうちょっと濃いよな。プロフィールしかいいねが来てない。でこれね結構コアなファンをつけようと思って、エクストラやってる方をお迎えしたい点点点赤ちゃんステッキをつけたら1いいね。ダメだこれは。まあ、こういうコアなファンを釣るのはやめて、やっぱ明日からは普通にスタンダードやってる一般的なポケモンカードオタクたちを釣っていこうかなと思います。それではまた次の日にお会いしましょう。はい、というわけであれから3日経ったんですけれども、ちょっとねフォロワーが全然伸びない。しっかりとねツイートもねしてるんですよ。まあ例えば、まあ、このねニーフィアちゃんキャワワと、このツイートのためだけにこのニーフィア、アクウラオスニーフィア、まあ、組んで、まあ、ちょっと一人回ししてる風景をツイートしたんですけれども、24いいね。まあ、リプライは1件と。もうちょっとリプライ来ていいじゃん。次にこのマホイップちゃんツイート。まあ、黒馬マホイップですね。これもね、もはや伸びない。伸びなすぎる。3いいね。うすうす気づいていることがあるんですけれども、やはりね、自撮りしか需要がない。ポケガ女子の自撮りにこそ需要があると。まあ、そこに気づいてしまったんですけれども、まあ、残念ながら私のアイコン、まあ、ご存知の通り、まあ、フリー素材で手に入れてきたので、あと2、3日しかこのアカウント存在しないと思うんですけれども、顔写真をね、ツイートせずとも、あとま、100人ぐらい伸ばしたい。そう、今がね、112人なんで、まあ、少なすぎるさすがに。3日で10人しか増えてない。いい感じなツイートをして、まあ、伸ばしていこうかなと思います。はい、というわけで、まあ、あれから数日経ちまして、まあ、私もね、ちょっとシティリーグの方行ってきて、まあ、残念ながら結果はね、まあ、惨敗だったんですけれども、まあ、それを踏まえて、また結構ね、ツイートしてきました。さあ、まず7日、明日のチャンピオンズリーグ楽しみと、まあ、これ CL 横浜の前日ですね。出たかったけど抽選当たらなかったと、1いいね。フォロワーさんたちは出るのかな？これも1いいね、1リプライ。CL 横浜の、まあ、実況をちょっとしてるという感じですね。タナッチさんだと。で、空を飛ぶピカチュウいいね。これに関しては、1いいねすらつかない。これね、思ったんですけど、やっぱポケガ女子を囲う男たちは、CL を見ていない。CL 見てたら、まあ、おそらくいいねしてくるはずなんで、急にこいつ、実況みたいなツイートし始めたけどなんだ？多分ね、そうなってるはずなんですよ。なので、ガチでポケガやってますよツイートは必要ないです、皆さん。さあ、東進さんすごいと。まあ、あの人やっぱり世界チャンピオンなんでね、うまかったです、そうと。で、結果、ミュウが優勝して、やっぱりミュウが強かったと。これは2いいね。まあ、ちょっとだけ増えましたけど、まあ、誤差ですね。で、ここに関してはちょっとだけ伸びたんですけれども、今日はシティリーグ頑張りますと。まあ、これだけは、まあまあいいねがつきましたね。まあ、みんな頑張ってください、ファイトです。おう、ファイティンと。ありがとうございます。8いいねもいただきました。で、結果は、まあ残念ながら惨敗しちゃったんですけれども、このツイートですね。2勝2敗で階段崩れて終わっちゃいました。まあこれは、階段崩れて終わったこと、2勝2敗、デッキ、これ全て真実です。デッキはまあまあでした。まあ強いて言うなら、フーパーを1枚、食いためのカビゴンにしてもう1回出たいですね。そのぐらいです。というわけで、一連のツイートしてきたんですけれども、最終的なフォロワー、何人になったでしょう？ドンと。122人。全然増えなかった。本当に、この履歴書？履歴書では相当伸びたんですけど、303いいね。自分の本当のアカウントでもこんなに伸びたことはありません。それぐらいいいねがついたんですが、まあ、いいねするだけで、まあ、フォロワーは増えないと。これが現実です。というわけでね、まあ、1週間ぐらいポケカ女子になっていったんですけれども、まあ、結論といたしましては、まあ、囲われてるポケカ女子はすごい普通に。100ぐらいから一切伸びないんで、まあ、500、600と、フォロワーがいるポケカ女子はね、すごいです、本当に。で、もう一つ言えることが、まあ、伸ばしたいなら、顔写真。まあ、そこを上げまくれと。もうポケカやる必要はないんで。まあ、俺みたいなかなりポケカガチ勢ですよみたいなツイートしたんですけれども、まあ、残念ながら、まあ、誰からもね、フォロワー伸びなかったので、まあ、伸ばしたい方は、まあ、顔写真を上げましょう。最後になんですが、ダイレクトメッセージは7人から来ていました。ありがとうございました。